小野のしだれぐり自生地。陶器は落葉により曲がった枝や幹の様子がよくわかる。2017年1月2日撮影。小野のしだれぐり自生地は、長野県上稲郡辰野町の小野地区に群生している、既景変種栗の自生地である。しだれた大小様々な栗の木が800本ほどの巡林を形成しており、1920年7月17日に、 国の天然記念物に指定された。江戸期より存在は知られていたが、王子の人々は曲がりくねった、奇怪な樹形を天狗の仕業によるものと考え、この栗の木々を天狗の栗、吹に一体を天狗の森などと呼び、近隣の村人は恐れて近づこうとしなかったという。しだれ栗の自生地は、長野県内を含め日本国内にわずか4か所ほどしか存在しないが、 その中でも、小野のしだれぐり自生地は、約800本が自生する、最大規模のものである。小野のしだれぐり自生地長野市小野のしだれぐり自生地の、市小野のしだれぐり自生地。2017年1月2日撮影。小野のしだれぐり自生地は、長野県のほぼ中央にあたる立野町と岡谷市に、またがる小野峠西川の逃げ沢と呼ばれる、沢の最上流部にあり、 JR 中央本線小野駅から東へ約3キロメートルほどの位置に所在する。天然記念物に指定された自生地の面積は約3.4ヘクタール、標高は9 5 0ルから1 2 0 0ルの範囲に及ぶ。自生地のあるニレサワの谷は三州街道をおのじくと諏訪地域を結ぶ道筋にあたり、人々の往来が常にあったことから、しだれぐりの自生地は、 古くから人々に知られていたと考えられている。また、法歴3年に、世氏も吉忠によって編纂された地市、チクの政サでは、稲郡南尾の村天狗森へ出水栗のことと題した、このしだれ栗に関する記述があるなど、江戸中期には、得意な樹形を持つ栗として知られていたという。日本栗は、ブナカ栗族の木の一種で、いくつかの変種があり、その一つが、 しだれぐりであるが、単体で生育しているケースが多く、おノのしだれぐり自生地のような植物群落を形成するケースは少ない。1920年7月17日に、国の天然記念物に指定された、当初の指定名称は、おの村枝垂だ水、自生地であったが、1957年7月31日に、現在の名称、おノのしだれぐり自生地に変更されている。 なお、同じ1 9二十年七月十七日に、長野県小佐形郡、西内村西内の西内村枝水、立寺聖地が、翌1二十一年三月三日に、岐阜県増田郡竹原村宮所の,の竹原村枝水、立寺聖地が、それぞれ国の天然記念物に指定された。以上により、国の天然記念物に指定されたしだれぐり寺聖地は三県に、 なったが、このうちに市内のしだれぐり自生地は、しだれと思われる、小さな木が点在するに過ぎず、今日ではすっかり幻の指定地になってしまったという。日本国内に現存するしだれぐりの自生地は、福島県いわき市場、三坂、長野県塩尻市小吉、長野県辰野町、小野、岐阜県江戸市竹原宮所の,の4カ所が知られているが、このうち国の天然記念物は、 校舎の2軒で、全舎2軒は県をび、市の天然記念物として保護されている。小野のしだれぐり自生地は、山の斜面全体に、大小様々な樹齢のしだれぐりが800本以上、群生しており、目通り周囲1メートル以上のもので、約200本、最も大きいものは、周囲4メートルの巨木である。垂れ下がった枝が傘のように四方に広がり、幹や枝まで曲がりくねった。 得意な樹形は突然変異によるものであると考えられており、核、枝がしだれることに加え、一般的な蝶芽優勢と反対の蝶芽が,が数年で枯れて即芽が,が成長するという性質によるものという。このような異形の木々が多数生育する一体は、昔から天狗が住む場所であるとして恐れられたり、栗の実を取りやすいように天狗が枝を垂らしてくれたと。 天狗に絡めた話が伝わっている。また、小野の,のしだれぐりの実は、人の小指の爪よりも小さく、食用にはならないため、地元の人々は、昔からこの森には、近づくこともなく、長年にわたり、自然の状態が維持された結果、しだれぐりの純輪が形成されたものと考えられている。小野の,のしだれぐり自生地を含む一帯は1964年6月25日に、 塩礼王城県立自然公園として、長野県の県立自然公園に指定され、自生地の周囲は、キャンプ場等が併設され、しだれくり森林公園として、立の町により管理運営されている。小野のしだれぐり自生地園形。2017年1月2日撮影。しだれぐりの自生地は、国や県などにより天然記念物に指定され保護、されているが、いくつかの個体は、樹齢が進み、 中には、腰寸前のものがある。自生地各所で、保護対策が行われる中、小野のしだれぐり自生地では、地元の立つの町によって、年一回の支度下がりが行われ、自然発生した未生の中からしだれる性質を持つ、ものを残すなどの対策が行われている。希少な栗の種の保全の観点から、果樹研究所遺伝育種部により二千五年、小野のしだれぐり自生地をメインに、 長野県内に町村においてしだれぐり21個体の遺伝資源収集及び調査が行われ、傘状にしだれるもの、柳状にしだれるもの、それらの中間的なしだれ方をするもの等、様々なタイプのしだれぐりが確認された。また、天然記念物指定区域外の隣接エリアにも、自生地が分布することも確認された。収集の対象となったしだれぐりは、採取場所の経緯度、 受講、簡易が測定され、本位が採集された。採集されたものはすべて果樹試験場で継ぎ機内が作られ、試験場内の補助に保存され、その特性を解明する研究が行われている。AB 小野のしだれぐり自生地文化庁、ウェブサイト、2017年1月6日閲覧。小野のしだれぐり自生地文化庁、ウェブサイト、2017年1月6日閲覧。 ABCDF e F, 加藤編、和田清 P P313ABCD 果樹研究所、遺伝育種部、ナシクリ育種研究室2005年食探訪ボリューム21時31分35長野県における下レグリー電子源の収集2017年1月6日、閲覧 ABC 現地設置解説版、辰野町教育委員会、1996年3月設置、 いわき市観光情報サイト上、三坂のしだれぐり2017年1月6日閲覧。82文化財団小基地のしだれぐり自生地2017年1月6日、閲覧。加藤県、和田清 P310ABC 冬のしだれぐり情報達の町役場観光サイト2017年1月6日、閲覧。ありがとうございます。